ヶ浜でよさこい活動してます月読みと申します。本日ちょっと出れませんので、あのスタッフとして参加させていただきます。今日は皆さん どうぞよろしくお願いします。さあまずは一チーム目ですね、舞桜の皆さんどうぞ。あ、チキ、あ、MC の方とじゃあ一緒にどうぞ。舞桜の皆さん、はい、ちょっと待ってくださいね、準備で今出てますから。さあどうぞよろしくお願いします。あら、小さい子も初めまして。一大と声援がね大きくなると思います。はい、はい、じゃあなんちゃいでちゅか。あ、10ヶ月ですね、まだ10ヶ月で踊るんですね。さあどうぞ MC しゃべりますか。あ、準備の、はい、じゃあしゃべりましょう。さあさあ、どこから、まずどこから来たか。はい、どこから来ましたか。涌谷町から来ました。はい、涌谷町から来ていただきました。わかりますかね、涌谷町、皆さんわかりますよね、同じ県内ですからね。はい、今日は新曲発表させて。お、新曲、はい、リアル M なんです。は、皆さんすごいですね。よさこい関係者の方もですね、皆さん見て応援していただきます。さあ、どうぞ。踊り子さんたち、あ、ごめんなさい、最初新曲ですね。素晴らしいですね、このコロナの中新曲を。いいですか、じゃあ、はい、行きますよ。はい、さあ準備の方はよろしいでしょうか。では一発目、まだまだですね、どうぞ。はい、皆さんこんにちは、祭り涌谷さん舞桜です。私たち舞桜は涌谷町を拠点に活動しているチームです。今日演舞させていただきます小福、オンラインでの新曲発表で今日が初めてのリアル演舞となります。今日参加できないメンバーの思いを胸に、そして初心の気持ちを新たにこの場所で踊らせていただけることに感謝して、メンバー全員一生懸命演舞しますので、最後までご声援のほどよろしくお願いします。さあ、舞桜といえば山の叫びというものがありまして、私が山の叫びと言いましたら、先にメンバーがと言いますので、皆様からの大きい山彦を返ってくることを期待しております。それでは参ります。口の前に大きな三角おにぎり作って、いいですか、いいですか、いくよ、山の叫び。はい、ありがとうございます。久しぶりに暖かいですね、やまびこ嬉しいです。これで皆様も舞桜の一員でございます。それでは演舞させていただきます。最後までご声援のほどよろしくお願いします。
わかりました。